はい、2017年、最初の動画はですね、去年まではちょっとね、食材の下ごしらえとかね、そういうことを、中心にやってきたんですけど、今年からはちょっとね、簡単な料理とかソース、タレなんかの作り方もちょっとやっていきたいと思いますんで、まず最初のね、今年最初の動画は、ネギ味噌ですね。これを作りたいと思いますね。風呂吹き大根にかけたりね、湯豆腐につけたり、あとうちのお店ではね、厚揚げのネギ味噌焼きといってね、厚揚げの上に塗って味噌を少し焦がしてですね、そして提供してるんですけどね、その、ネギ味噌の作り方をね、ちょっとやってみたいと思います。まずこちらね、フライパン温めますね。強火でいいです。そしてごま油の方が香りが出るんで、別にサラダ油でもいいんですけど、ごま油、大さじ1ほどのごま油入れますね。でこう全体にこう広げますね。そしてここにですね、こう白ネギですね、長ネギ、これのみじん切り、これ 100g です。これこう入れまして、こう炒めていきますね。これしんなりしてね、ネギの香りが出るぐらいまでしっかり炒めていきますね。これもう少し少なくても全然大丈夫なんです、ね、もちろん多くても大丈夫なんで、そこはね、もう料理の分量というのはね、好みなんでね、一応ね、何を何グラムとか何 cc とか、ありますけど、あくまであれは目安なんでね、何をどれぐらい入れるかということをね、料理では大事なんで、細かく、する必要はないと思いますね。自分の好みで味付けをしていくというのが料理のポイントですね。こんな感じでね、ちょっとしんなりしてきましたんで、ここちょっと中火ぐらいにしますね。そしてここにね、味噌と、こちら味噌 150g ですね。それと、お酒、料理酒、こちらが 60cc、 そしてみりんが 40cc、 砂糖が 40g 入ってます。これもすでに混ぜてあるんでね、これを一気に流し入れて中火で今度はこう煮詰めていきますね。これまだサラーっとしてるんですけどね、これがこうこうした時に道が残るぐらいの、これすると消えていくんでね、まだまだ中火ぐらいでね、じっくりこう煮詰めていきます。あとね、一味唐辛子、こうよくスーパーで売ってるね、こういうやつね、これを一振り、まあ、辛いのが好きな人はもちろんもっと入れてもうてもいいんですけどね。そしてこれをどんどんこう詰めていきますね。もう強火でもいいんですけどね、焦げやすいので、ずっと常にかき混ぜることができるんであれば、強火でも大丈夫と思います。ちょっとね、火事の合間に作るとかなるとね、目を離したりするとすぐ焦げるので、そういう時は中火でやってください。つきっきりでやる時は別に強火でも構いませんね。これもあとはね、煮詰めていくだけなんですね。あんまりね、ゆるいとこう流れてしまいますし、硬すぎても例えばこう味噌を塗ったりするときにね、塗りにくいというところがあるんでね。忘れてましたね、おろし生姜ですね。おろし生姜、こちら忘れてました。ちょっとすいません、 10g、 おろし生姜を 10g 入れます。生姜はちょっと香りを出すためにネギと一緒に最初に炒めた方がいいですね。忘れていましたね。ちなみに味噌はスーパーでよく売っている竹谷味噌です。
これもお好みで好きな味噌で やればいいと思いますね。ここどんどん煮詰めていきますね。これあとね、冷蔵庫でね半月ほどは保存できますんでね、タッパなんか入れてね、冷めたらタッパに入れてね、冷蔵庫で3週間ぐらいは大丈夫ですね。まだ緩いですね。ずーっと煮詰めて、ちょっとね煮詰まってね硬くなってくると、若干火を弱くした方がいいですね。うちのね先言いました厚揚げのネギ味噌焼きですね。こちらの作り方はまず厚揚げね、普通にまあオーブン網焼きか、グリルで焼きますね。両面こんがり焼いたら。まず一口大に切って、その上にこのネギ味噌を塗ります。そしてトースターもしくはバーナーでもいいんでね、ちょっと焦げ目をつくぐらい味噌を焼きますね。その方がね、香ばしくて美味しいんでね。そして、味噌に焼き目がついたら、その上に白髪ネギを乗せて、さらにそこにふりゆずですね、ゆずの皮を削って振ったものですね。これをかけて、提供していますね。これだいぶこうすると筋が残るようになってきましたね。もう少しですね。まだこうすると少しこうだんだん狭くなってくるんでね、もう少し。これも非常に簡単なんでね、ぜひ作って置いとけばね、例えばきゅうりを切ってスライスしてこういう味噌をつけて食べても美味しいと思います。あ、だいぶ消えなくなってきましたね。もう少しですね。大体こんな感じでいいですね。こう線を引くと、こうするともう線が消えないですね。こういう状態になると OK ですね。それで火を止めて、はい、これで出来上がりですね。これがネギ味噌の作り方です。以上です。